黒猫ゲームズ見てね。視聴者の皆さん、こんにちは。こんにちは。黒猫チャンネルの黒猫です。マトナズです。はい、今日はね、いよいよ自作した石膏巣の方にアリを移していきたいと思います。少し前にバナナあげてみたんだけど、やっぱバナナの方が食いつきがいいんだよね。アリのサプリメントあんまり食べません。とりあえずね、この餌場に連結しているところ、ここの連結に使ってるやつ、これちょっとちっちゃいから両アリ通れないんでね、これまあ取り外して、でこっちにつないでちょっと様子見る感じ。まあ簡単に引っ越しできるとは思ってないんだけど、頑張っていきたいと思います。はい、じゃあやっていこうかな。早速連結していこうと思うんだけど、まずはアリが逃げないようにね、ここちょっと塞いどくかな。はい、これで OK ね。はい、でこのホースとこれをつないでいきます。これね、同じ大きさじゃないんだよね。こっちの方がちょっと薄いんだよね。穴のサイズは一緒なんだけどね。なんでまあ今日はセロテープで留めちゃいます。女王様ちょっと大きいんでね、この穴だったら通るらしいんだけど、まあギリギリだよね。ギリだろうね。はい、じゃあこれで OK なんで、まずはこの餌箱を外して、ここにつないじゃうと、よいしょ、 OK ね。で、ここね、いよいよつなぐよ。これを外して、おっよっと、でここにつないじゃうと。であとは、移動するのをとりあえずは待つ感じでいきます。はい、はい、できたね。じゃあ、はい、あとはしばらく観察だね。働きアイビが一匹来ましたね。うん、ちょっと行ってみるのかな。あ、行こうか。行く、そ、行くよ、そっちのホース行くよ。そっちのホースってね、こっちのホース、はい、はい、新しい土地へ今アリが行ってます。こっちのホースがあるから匂わない。来た、石膏巣の方来たよ。なんだここっつって、ここは行こうかな。どうしようかな。すごく警戒してます。あー戻っちゃった。そりゃ警戒してるでしょ。戻っちゃった。そりゃ警戒するでしょ、新地帯だから。また行くよ。来たよ来たよ。ちょっと見てみよう。来たよ。触覚すごいです。行け、よーし、上陸したね。こんな感じになるんだね。戻っちゃうの？知らせに行くんじゃない？知らせに行くのかな。みんな、あ、ジョー様、なんかすごいとこありましたよ。新大陸。みんなこっちだよ。誰も来てくれません。また行くのかな。やっぱこいつがやっぱ偵察部隊だね。こういいんじゃないかな。居心地いいな。なんか楽しいな、ここ。うわーい、楽しいな。やっぱ帰るんかい。なんかやってるね。あ、ジョー様に報告かな。ジョー様、楽しいとこあります。ジョー様、すごくいいところ見つけました。どうでしょうか。周りの人もなんかめっちゃ動いてますよ。あ、もう一回行くかな。はい、行くね。もう一回行くね。はいって言って行っちゃうんちゃう。行く行く。もう行っちゃったね。いいよいいよ、来たよ。ここはもう慣れたでしょ、はい、うん、ここはもうね、抵抗なくね。別の部屋もあるからね。登ったぞ。登ったけどね、そこじゃないんだよね。天井が見えないからね、こいつ。あ、また帰っちゃうの。
まだ書いちゃうのか。こいつには天井が見えないからな。そしてまた報告に行くの。ねえねえ、行ってみようよ、あっち。絶対あっちの方が居心地いいんだって。そうなの？じゃあちょっと行ってみようかなって話してるんじゃないかな。再びアリがやってきましたね。アリはね、あんまり目良くないみたいなんですよね。なんで、例えば食べ物を探しに行って、迷ってね、自分の巣に帰れなくなっちゃうアリも結構いるみたいですね。餌見つけたらフェロモン出して巣に帰るんだけど、その道を外れちゃうとね、巣に帰れないらしいんですよ。で、巣に帰れないアリはどうなっちゃうかというと、まあ迷子になってそのうち死んじゃうと。なんでね、アリが行列作るっていうのは命がけなんですよね。はい、1時間とね、半ぐらい経ちましたが、偵察には何回か来たものの、一向に引っ越しをする気配はないですね。ないです。ないです。そこでね、今日は引っ越しどうしてもしてほしいんでね、強制的に引っ越ししちゃいます。使う道具はね、まずこれ、アルミホイル。このアルミホイルで、まずこの自作の石膏巣の方、アリマシンを覆っちゃいます。こうすることで土の中と同じような暗い環境をまず作ります。で次に、こっちの方はね、熱帯魚の蛍光灯、これですね。これを使ってライトで照らすことによって明るい環境を作ります。すると、やっぱアリの習性でね、暗いところの方が好きなんで、こっちに引っ越してくると思います、うん、じゃあ早速やってみようかな。はい、よし、じゃあまずアルミホイルで石膏巣の方を覆っちゃうよ。これぐらいの長さでいいかな、うん、よっ、ほら、ちょっと、えい、はい、折っちゃいますよ。こんな感じだね。でもあれのね、引っ越してる様子やっぱ見たかったよね。まあいいか。はい、こういう風にアルミホイルで折っちゃうとね、土の中みたいな感じになるからね。次はね、こうやってペットボトル切って、これをね、台に使ってね、蛍光灯の方をちょっとね、貧乏くさいけどセットしていきたいと思います。まあね、電気が当たればそれでいいんだよ。いいね、安定してます。それじゃあ、電気つけるよ。うん、オン。こんな装置になりました。うん、はい、これでね、うまいこと引っ越してくれたらいいんだけどね、うん、ちょっとアリさんの様子を見てみようかな。女王が動いてますね。やっぱ眩しいんだろうな。ちょっとなんかどっか暗い場所はないかって。うん、引っ越ししたらいいんだよ、お前ら。うん、こっちのね、巣の方にね、さっき通った場所があったじゃん。一旦そこを入ってみれば。まあちょっと観察してみようか。はい。働きアリが一匹動き始めたね。とりあえずはチューブを通って新しいね、アリマシンの方に行くんじゃないかと思うんだけど、まだちょっと警戒してるって警戒してるね。やっぱりね、眩しいとか嫌だと思うんだ。あ、動き始めた。マジで動き始めたぞ。進め、バックしてんの。なんでバックすんだ、なんでバックすんだ。おいおい、バックしてどうする。再びアリがやってきたんだけど、やっぱあそこで止まるんだよね。テープがなんかあれなのかな。あ、来た来たね。お、いたいたいた、もうちょい頑張って。よし、頑張って、
て石膏室の方にインしました。はい、多分これでもう入ったちゃったらね、もうねこっちのもんだと思ってもいいんじゃない。まあでも初めてなんで十分に観察しないとね。はい、しばらくしたらねあれも出てくるとは思うんだけど、うん、ちょっと見てようかな。はい、さっき向こうの石膏室の方に行ったアリが帰ってきたね。どうだったんだろう、仲間に伝えるのかな。わかんない、ちょっとわかんないね。ちょっと明るさを比べてるんじゃない。いやそっちはやっぱ眩しいと思うよ。早く移動した方がいいよ。おーっと、働きアリが卵かなんか加えてますよ。もうあれ引っ越しするのか。え、マジで。え、引っ越しするのか。ちょっと戸惑ってるけど、もう引っ越しじゃねこれ。いや、帰るのか、連れて行くのか、行くのか、帰るのか、どっちやね。行かんか、もう行かんのか、行くのか。いかんのかーい。今ね、しきりにこの中入ってます。はい、2匹のアリがね、もう行ったり来たりして3往復目ぐらいになってる。もう結構すごいよ。ひょっとしたら引っ越しが始まるかもしれないね。じゃあもうちょっと様子見ましょう。やっ、ついに女王を連れて行ってます。すごい、やりました。あれだよね、顎を噛んで連れていくんだ。ジョーさんはこっちです。こっちにいい巣があります、こっち来てください。ジョー入れるかなって言ってるんだね。ジョー入れるかな。ジョーはあっち行っちゃっ、行くのかな。ジョー行った、いい、行った、あー惜しい、あ惜しい。ジョー頑張って、ジョー行け行け、ジョー行った行った、ジョー、ジョー来た、ジョー来た、ジョー様、ジョー様、ジョー様、キッズ千万、ジョー様、ジョー様、ジョー様詰まっちゃうんじゃないのこれ。行った行った行ってます。ジョー様必死必死で必死で争ってます。ジョー様、ジョー様、ジョー様、なんか狭いですね。ジョー様必死です。ジョー様行っちゃうね。あ、入り口で詰まっちゃった。ジョー様連れて行きました。入った、ジョー、女王様引っ越ししましたね。あと残りのアリが引っ越したら終わりだね。さーて、働きアリが帰ってきたよ。はい、入っていかないと。女王様向こうなんだよ。ほらみんな呼んで、ほら行こうって一緒に。そう、一緒に行こう。女王はあっちに引っ越したんだぞ。そう、女王様はあっちに引っ越したんだから一緒に行こうって。そんなにのんびりしてないでさ。しかし噛んでる、足噛んでる。連れて行こうとしたの。そうだね。しかし、すごかったね。あ、引っ張ってる引っ張ってる。こっちだぞって。あ、持ってる持ってる持っていってるよ。働きアリが働きアリ持っていってます。無理やり連れてってるね。強引すぎるだろ。行っちゃったよ。あ、じゃあこっちものんびりしてるから、多分こいつも。あと一匹。引っ張られるんじゃない。引っ張られるのかな。帰ってくるんじゃないかな、連れ的に。もうこれはもう帰ってくるし。うわ、すげえ面白いな。アリっていいな。もうアリの引っ越し超面白いよ。最後のアリが動き始めました。仲間は迎えに来ましたね。今仲間がもう一匹来たよ。連れて行くのかな、こっちだぞって。でもまたあの面白いシーンが見られることであろう。で持って行くやつ、あれ、あ、見つけた見つけた。うん、周りをぐるぐるは回っているんだけど、最後やっぱ連れていくのかな。あ、なんかしてるね。連れていくんじゃん。あ、連れていってる連れていってる連れていってるよ。あ、また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 よ。面白い。またまたよ。あ、あー、一匹帰ってきてる。いや、のけのけ、お前のけよ、お前のけって。何してんだよ。なんでお前帰ってくんだよ。お前今連れて行ったとこなのに、なんで帰ってくんだよ。いやいや、最後忘れ物ないか見に来たんじゃないかな。あ、迎えに来たよ、迎えに来たじゃん。あ、なんか来たね。迎えに来たんじゃねえの。まさかの展開、まさかの展開か。あ、ほら
くぞっつって。行くぞっつって。忘れ物確認係じゃないのかな。行くぞって、行くぞって言ってるだけだよ。帰るで、ほら。はい、一匹戻りました。一匹来るかな。最後の一匹だね。帰るんじゃない？帰るんじゃない？帰る、帰る、帰る。あ、行きそうだ、行きそうだな。よーし、行った行った。全員引っ越しだ。引っ越し完了しました。やったぜ。無事に引っ越しが完了しました。はい、完了。引っ越しが始まってからはすごく早かったね。うん。じゃあ今どうなってるか気になるんで、アルミホイルをのけていきます。じゃあ今アリはどうなってるかな。せーの、バーン。はい、入り口のところに溜まってるね。入り口で溜まってます。まあそのうち自分の好きなところを見つけるでしょう。はい。ちゃんと卵とか持ってきてるかな。どこに卵があるのか知らんが。ちょっと探してみないと分かんないね。あら、戻ってるよ、1匹。でももうそっち餌場だから大丈夫だよ。そうだね。はい。ということで、今日は自分たちで作った石膏巣の方にアリを移動させました。大成功です。大成功。それでは今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また見てください。はーい。